まず、任天堂オンラインを開きます。みんなの持ってるスマートフォンで、このスプラトゥーン3のアプリを開くと、QR コードがあるので、そちらをクリックしてください。QR コードはこれをスクショして使えば、みんなも使えます。はい。ということで、この、なんかもらえました。なんかタペストリーみたいなのもらえました。はい。ということで、スプラトゥーンのですね、携帯の方から、アプリの方から、持ってきて、あのアプリから取ってきた、QR コードで、読み込んだ後に、ここのロビー端末を使って、アイテムゲットというボタンを押すと、ほら!インカリング3からのお届け物でね、ネームプレートを手に入れることができました。で、これをセットすると、俺の二つなのところ、どこだ?プレイヤー情報のこの、うなちゃんって書いてあるとこあるじゃないですか。ここを、変えれる、あれが、プレートがつくようになりました。まあ、せっかくなので、こっちにしようかな。鮭の方にしようかな。こちらが可愛いもんね。まあ、こんな感じでアイテム受け取ることができるので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。